どこに行こうかな。ここならのんびり行けそう。町の外にはほとんど出なかったから新鮮な気持ちになるわ。なんだこいつらかよ。連続よ。伸びろ。正解。修行して出直せなんてな。神秘的なこの素材が手に入るとは思わなかったな。遺跡探索で何度も見てるからかな。昔より慣れてきてるかも。てな。脅威ではなさそうね。そこ。ふっ。正解。連続よ。はっ。せーの。ふっ。伸びろ。はっ。正解。修行して出直せなんてな。てや脅威ではなさそうね。そこ。ふっ。せーの。連続よ。おりゃせっ。そこ。せーの。伸びろ。ライザー、泣かせる。修行して出直せなんてな。こんなのも錬金の脅威ではなさそうね。そこ。ふっ。正解。連続よ。おりゃせっ。そこ。せーの。伸びろ。せっ。せーの。楽勝楽勝。さあ早く進もう。あった、これこれ。あ、これ使えそう。なんだ余裕余裕。そこ。ふっ。正解。伸びろくよ。修行して出直せなんてな。てや、なんだ余裕余裕。そこ。ふっ。正解。連続よ。はっ。おりゃ。せーの。伸びろ。はっ。おりゃ。せーの。任せる。楽勝楽勝。さあ早く進もう。燃えろー。これライザが喜びそうかも。
皮的なのは分かったけど、これ結局どういうものなのかしら。ここがこの遺跡の一番奥か。うん、多分奥に行く道があるとすればこの辺りだと思うんだけど。それじゃあ探してみるとしますかね。ライザ、どうかしたの？あ、ごめん、少しアンペルさんの様子が気になってさ。アンペルさん？フィーちゃんと遺跡の水晶について話をした時のこと？うん、アンペルさんは何か引っかかってたみたいだった。それって何だったのかなって。水晶に異界の魔力。遺跡を作った人たちは何に使ってたんだろうね。ライザー、クラウディア、セリさんが何か見つけたってよ。行こう、クラウディア。うん。この奥よ。この奥って崖なんだが。向こう側からこの遺跡と同じ力の流れを感じるわ。そうは言ってもとても渡れませんよ。ライザ、できる？え？錬金術ならできる？飛び越えるのは難しいけど、橋を架けることならできそうな気がする。橋なら任せろ。旅の途中で川や崖を渡るのに木を切り倒して橋代わりにしたことがあるんだ。どこかにでっかい木があれば。錬金術で橋を架けるからそれでいい？そうならお願いするわ。うん、任せて。ねえ、何が出るかな。どこに行くの？よーし、行くぞ。素材はもう少し効率的に集める方法が欲しいね。あった、これこれ。持って帰るまでの間蜜を舐めててもいいかしら。薬の調合って結構するから少し多めに取っておこうかな。薬効成分のある草が必要なら
言ってくれればすぐ見つけるわ。お、これいいんじゃね？よいしょ。えい！これ、うちの対象でも扱ってる材料だ。食材は新鮮なのが一番ね。それ。木の実だって立派な素材の一つ。何に使おうかな。あった、これこれ。この花ならどこに行きますか？よし、新しいレシピ思いついちゃった。あの、セリさんがこの世界の人間ではないという話、あれって本当なんですか？ええ、正確には人間ではなくてウォーレン族という種族になるわ。この世界とは違う、異界に住む人。なんだか不思議な話ですね。言われてもにわかには信じられないよね、別世界の人だなんて。でもライザはすぐに気づいたわね。私はオーレン族の知り合いがいたからね。じゃなきゃ分からなかったと思うよ。そもそもそうじゃないとオーレン族の存在も知らなかったと思うし。オーレン族、本当はどこからどう見ても私たちとほとんど変わらなくて、なんだか不思議。あ、すみません、ジロジロ見るなんて失礼でした。気にしないで、あなたくらいの子は好奇心に正直な方がいいと思うわ。そうね、一つパトリツィアに質問をするわ。私はいくつに見える？そうですね、とてもお若くは見えますけど、雰囲気はとても大人っぽい気もしますし。そういえばオーレン族の人ってすごく長生きなんだったっけ？ええ、人間の何倍何十倍もね。これがヒントになるといいけど。20代前半と言おうと思っていたんですけど、その話からすると間違いですよね。あまりにも若く見られてるからなんだかおかしくなったわ。絶対に誰にも言わないと約束してくれるなら、私の年齢を教えてあげてもいいわ。その冗談ですよね。本当よ、証拠を見せろと言われても困るけれど。いえ、別に疑ってはいないですけど。それにしても驚きました、本当に人間とは違うんですね。セリさん、いくつだったの？私の口からは言えません。貴族として約束を破るわけにはいきませんので。ライザ、女性の年齢を聞くのはどうかと思うわ。好奇心に正直なのが許される年齢ではないでしょう。
年齢気になるよ。おう、どこに行く？よし、行くぞ、フィー。おう、どこに？よし、行く。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。次はどうしよっかな。お、いい感じかも。入れてから考えるのもありかな。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。何を入れよう。何をしようか悩んじゃうな。お、いい感じかも。何入れよっかな。何入れよっかな。どれにしようかな。これでどうだ。じゃーん、こんな感じかな。どこに入れようかな。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。入れてから考えるのもありかな。すごいのできちゃうかも。いろいろやってみたいな。さあ、何を入れよう。何を入れよう。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。何をしようか悩んじゃうな。どれにしようかな。
これでどうだ。いい感じ。さすが私。何にしようかな。どこに入れようかな。お、いい感じかも。何入れようかな。さあ、何を入れよう。どこへ向かうつもり。どれがいいかな。どれを使おうかな。どうしよっかな。これでいいかな。これなら十分かな。どれがいいかな。うまくいくかな。何にしようかな。何入れようかな。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。どれもよくて悩んじゃうな。いろいろやってみたいな。どれもよくて悩んじゃうな。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。いろいろやってみたいな。お、いい感じかも。何を入れよう。すごいのできちゃうかも。こんな感じかな。いい感じ。さすが私。できた。これならあの崖に橋を架けられるはず。待っててね、フィー。フィーフィー。どれがいいかな。本当に問題ないか確認しないと。どこに行くの。よし、行くぞ。パティ、大丈夫かな。かなり落ち込んでたみたいだけど。ライザさん、ちょっといいですか。パティ、もちろん、そこに座って。ごめんなさい。でもライザさんしか相談できる人がいなくて。
うん、私も気になってたから。タオが家庭教師を辞めさせられるって話だよね。ええ、代わりはまだ見つかっていないけれど、何か目星はつけてるみたいでした。パティはそれでいいの？いいか悪いかの問題じゃないんです。私には従うしかできません。この前も言ったけど、自分を押し殺すことも貴族にとっては。パティはそんな辛い思いしてまで守りたいの？そのためにタオを辞めさせちゃってもパティはいいと思ってるの？いいだなんて、そんなこと、そんなこと思うわけがありません！私がいいと思うはずないじゃない！アイザさんなら聞かなくてもわかるでしょ！ごめんなさい。ううん、とっても嬉しいよ。パティの本当の気持ち直接聞けてね。できることならお父様にも伝えたいと思ってますけど、そんなこと絶対にできません。じゃあパティはこれからどうするの？私にできるのはタオさんの代わりが見つからないことを祈ることくらい。ダメだよそんなの。絶対に何か方法はあるよ。私も考えるから一緒に見つけよう。そうですね、私一人だったらそんな方法見つかるはずないって諦めてただろうけど、お父様に一歩も引かなかったライザさんとなら何か見つけられるかもしれませんね。うん、タオを辞めさせないで済む方法絶対に見つけよう。どこへ向かうつもり？よーし、いっ。うわすげえ、これ全部空気フルーツ使ってんのか？ええ、メニューはオリジナルだけれど味付けはかなり近づけたつもりよ。懐かしい匂いがする。久しぶりだな空気フルーツ。さ、召し上がれ。いただきます。美味しかった。最高だったよゼフィーヌさん。お粗末様でした。それにしてもよく食べたわね。うん、この二人は特にね。食いすぎた。さすがに苦しいぜ。ふう、美味しくって懐かしくって夢中で食べてたよ。もういくら懐かしいからって食べ過ぎ。うるせえな。ずっと島にいたライザに俺たちの気持ちが分かってたまるか。あんまり分かりたくないな。なんであれ、満足してもらえてよかった。マスターも喜ぶと思うわ。いや、満足満足、大満足だ。こりゃ何か礼をしなきゃいけねえな。そうだね、ゼフィーヌさん、僕たちに何かお願いしたいことってない？お願い？急にそんなこと言われても。俺たちにできることなら何だっていいぜ。お
お願い、お願い、そうだ、それなら取ってきてほしい食材があるの。食材？店で使う料理の材料か？そうなの、行商人の常連さんがいるんだけれど、前々から食べたいって言ってた。その人の故郷の料理を作ってあげたいの。なるほど、僕たちみたいに故郷が懐かしくなってる人を助けたいんだね。結構いるんだね、故郷の味を食べたいっていう人。よし、任せてくれゼフィーヌさん。その材料、俺たちが絶対持ってくるぜ。持ってきてほしいのはポルト豆よ。よろしくお願いね。こんな感じじゃないかな。これで大丈夫。そう、これが欲しかったの。持ってきてくれてありがとう。これであのお客さんが喜んでくれる料理を用意できそうだわ。絶対喜んでくれるよ。ああ、ずっと帰っていない故郷の味ですげえ幸せを感じた俺たちが言うんだ。間違いないさ。あんたたちは感激しすぎ。そんなに懐かしいならたまに帰ってきたらいいじゃない。でもそっか、故郷の味で幸せを感じるね。ゼフィーヌさん、何かひらめきそうかも。私がやってみたい新しいこと。本当？でも急にどうして。レント君たちのおかげかしら。二人ともありがとう。え？俺たちお礼言われるようなことをしたっけか。さあ、特に思い当たらないけど。どこか行きてえのか。よし。ボス、こんなところで何してるの。ここですることなんて勉強に決まってるだろう。お前こそ何やってるんだ。お散歩？ため息つかないでよ。あれ？おい！二人とも！二人とも、こんなところで何して？勉強？なわけねえだろ。飯食いに行くんだよ、飯。用事がないならもう行くぞ。俺は忙しいんだ。あ、ボース行っちゃった。たく、相変わらず愛想がねえな。許してあげてよ。ボースはさ、こっちに来てからの3年間ずっとあの調子なんだよ。なんだそれ、ずっと勉強漬けだってのか。ありえねえだろそんなの。ううん、本当だよボース、本気なんだよ。立派なブルネン家の跡取りになるためにって毎日本当に必死に頑張ってるんだ。マジかよ。うん、
今の暴走を見てるとさ、思うんだ、僕も負けてられないぞって。同じ島から来た幼馴染がそばで頑張ってるのに怠けてなんかいられないって。すげえな。タオは学者になるために頑張ってるだろ。ライザは錬金術師で、村じゃ先生みたいなこともやってるし、ボースは立派な跡取りになるために3年間必死で勉強してて、なんかマジでみんなすげえな。なんだよレント急に。そんな褒められたら照れるだろ。そうだよ。それにレントだってたくさん修行してすごく強くなったじゃん。いや俺は別に。そうだよ、レントだって本当にすごいんだよ。もっと自信持てばいいのに。レント本当に強くなったんだからさ。ありがとな、ちょっとだけ嬉しいぜ。どこへ向かうつもり？よーし、い何にしようかな。どこに入れようかな。どこに入れようかな。どこに行くの？ここならのんびり。敵が出たら俺に任せろよ、全部やっつけてやるからな。毒なものもあるらしいけど、これもそうなのかしら。これでよしっと。よしって何も起きないぞ。まあまあ見ててよ。ほら、これで先に行けるでしょ。すげえ、木が一瞬で成長するなんて。錬金術ってこんなこともできるんですか？いや、俺が知る限りこんなのは初めてだな。とにかく先に進もう。セリさん、道案内お願いできるかな。向こうの方から強い森の魔力を感じるわ。
ついてきて。セリさん、どう？間違いないわ。他の遺跡と同じ魔力が森全体に通ってる。いえ、今までよりもずっと強い。この辺りの異常なほど強い森の匂い、これもその力のせいなのか？木だけじゃないわ。これだけ強い魔力ならおそらく魔物も。ああ、強い魔物の気配をビリビリ感じるぜ。え、そんなに強い魔物がいるの？タオさん、しっかりしてください。まだ魔物が現れたわけでもないのに。みんな気をつけて進みましょう。冒険にはトラブルがつきもんだからな、警戒を怠るんじゃねえぞ。こんなものまで素材に使うなんて、本当に錬金術の素材って。やってやるぜ。連続よ。そこライザ、いけるか。伸びろ。連続よ。任せんで。そこ大丈夫か。大丈夫。こんな技もあるぜ。ライザ、いけるか。そこ。修行して出直せなんてな。もっともっと強くなるぞ。ちょっとは強くなれたのか。てや、素材の状態だとそこまで危険じゃないのに、調合すると凶悪になるんだよね。敵よ。そこ。ふっ。せーの、連続よ。そこ。せっ。そこ。ふっ。せーの、連続よ。おりゃ。せっ。ライザ、任せる。ライザ、いけるか。せーの、連続よ。伸びろ。おりゃ。せっ。大丈夫か？そこ。はっ！ライザ、いけるか？伸びろ。いけ。せーた！連続よ！そこ！いや！そこ！せっ！もらうぜ、お前の力。一気に行くわ。何を
使おうか。戦況を変えるよ。ライザ、いけるか。楽勝楽勝。さあ早く進もう。私もまだまだ成長途中のようね。まだまだ強くなれそうだぜ。よーいしょ。なんだろうこれ、結構珍しいものかも。やってやるぜ。そこ、ふっ、せーか、連続よ。おりゃ、そこ、せーか、連続よ。はっ、伸びろ。おりゃ、せー、ライザ、任せる、連続よ。ライザ、いけるか。そこ、ふっ、背中は任せろ。無理しないで。ライザ、いけるか。そこ、ふっ、せーか、連続よ。伸びろ。そこ、連続じゃん。生きてみなさい。ふっ、何を使おうか。一気に行くよ。始めるよ。戦況を変えるよ。ライザ、いけるか。ふっ、伸びる。せーか、連続よ。そこ、修行して出直せなんてな。そーっとりゃ。この辺りの草でも錬金術に使えるのかね。ザクザク、これってライザさんに持っていけば使ったり。そうね。こういう材料については少し詳しいんだ。現地調達できる治療手段だな。そうね。すごい、こんなところがあったんだ。砂も材料になるのか。錬金術ってのは不思議なもんだな。取れた。本当にこれが原石なのか。取れた。俺にはただの石にしか見えねえよ。あった、これこれ。何が出るかな。燃えろー。見えなくても
袋が膨らめば取れた証拠。採取完了。やってやるぜ。はっ、俺や。正解。連続よ。伸びろ。正解。連続よ。そこ。そこ。ライザー、いけるか。正解。連続よ。ライザー、いけるか。そこ。行き過ぎなさい。さあ始めるよ。セーター、連続よ。そこ、どいて、伸びろ。ライザー、行けるか。セーター、連続よ。伸びろ。そこ、ほらよ、飛びなさい。何を使おうか。一気に行くよ。ライザー、いけるか。おりゃ、伸びろ。行け、ほらよ。正解、連続よ。そこそこそこ、おりゃ、行き飛びなさい。脅威は去ったみたいね。やり方次第で立派な素材。敵よ。そこ。ふっ。セーター、連続よ。おりゃ。せっ。そこ。ふっ。せー、伸びろ。はっ。おりゃ。ライザー、任せる。ライザー、行けるか。伸びろ。せっ、そこ、セーター、連続よ。そこ、伸びる。ライザー、行けるか。おりゃ、行き飛びなさい。そこ、ふっ、伸びる。せっ、僕に任せて。そこ、これとこれ、やっちまえ。こっちのも使おう。これでどうだ。もらうぜ、お前の力。はっ、おりゃ。そこ、せっ、ほらよ。飛んでけ。勢いは止めない。特訓の成果だ。見えないだろ、僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。私もまだまだ成長途中のようね。もっともっと強くなるぞ。ちょっとは強くなれたのかな。よーいしょ。よーいしょ。すごくいい形の石だ。けどライザは形はどうでもいいとか言いそうだな。ザクザクっと。行ける場所が広がったよ。よーし、
Whoa!